それにしてもスバルも随分村に馴染んじゃったわね。もうラムやレムよりも有名人なんじゃ。スバル？スバル？スバル、どうしたの？大丈夫？あれは、俺は…よいしょ。エミリア。おとなしくしてて、すぐお屋敷へ連れ帰ってあげるから。すぐにレムたちを呼んで。おっと、もしやエミリア様ですか？お帰りなさいませ。ただいま門の前を失礼させていただいて。って悠長に挨拶できる雰囲気じゃないな。何があったんです？あなたは、お屋敷に戻る途中の道で急に倒れちゃって。なるほど。少し拝見。ふむふむ。どう？何があったかわかる？はあ、エミリア様、お話ししづらいことですが。見たところ全く何の問題もありません。単なる立ちくらみか何かでしょう。取り返しがつかないのは目つきだけです。誰の目つきが取り返しがつかないだよ。おっと、人が黙ってたら言いたい放題言ってくれやがって。全部聞こえてるってんだよ。別に隠す内容じゃないしな。言ってくれやがる。スバル、もう大丈夫なの？さっきすごく顔が真っ青で。うん、大丈夫。ごめんね、心配かけて。健康のためのラジオ体操なのにまだまだ本調子じゃなかったかなって。そう、やっぱり体がまだ。ちゃんと立てる？ああ、なんとかね。それよりもエミリアタン、お客さんみたいだから。ごめんなさい、ほったらかしにしちゃって。あなたのおかげで助かったわ。それで、あなたなんだけど。あ、少し順番が前後してしまいましたが、王都から使者をお連れしました。今頃は中で辺境博とお話し中かと。王都からの使者。じゃあ、もしかして。正式な内容は使者から直接お聞きください。ですが、ご想像の通りでしょう。王戦の話ですよ。スバル君、大丈夫ですか？エミリア様からお聞きしました。村から戻る途中、立ちくらみを起こしたって。ああ、心配かけてごめんな。自分じゃ気づかなかったんだけど、意外と疲れが溜まってたのかもな。悪いんだけど、部屋で休んでていいか？昼過ぎにはちゃんと仕事に戻るから。無理しないで、ちゃんと休んでください。仕事の方は、レムと姉様でやっておきます。後で、お茶をお持ちしますね。はぁ、エミリアタンとレムに心配かけちまった。だけど。最悪だ。
戻ってきたのは9日前か。ティーガの奴が門前にいたから。それを十分とは言えねえよ。第一、何もかも訳がわからなすぎる。前途多難ところの話じゃねえ。少しは降りかかる災難の難易度を優しくしろよ。もう二度とあんな光景はごめんだ。今日はおとなしいじゃないの、スバル君。倒れたって聞いてたが、それが原因かい？ああ、それもなくはないかな。ただまあ、黙ってるのは緊張だよ、緊張。何せ、応戦の本格スタートなんだ。エミリアタンのためにも気を引き締めてかからねえと。ふっ、お笑いね。そもそも。マルスはエミリア様の何なの？何なのって、それは、なんだ？駒使いよ。いいえ、駒もこなせてないわね。無駄遣いよ。もはや違う意味になってるじゃねえか！もう、二人とも、喧嘩しないの。でも、スバルが倒れたのは本当でしょ？やっぱり、調子が悪いんじゃ。となれば看病が必要ですね。わかりました。レムにお任せください。レムが責任を持ってスバル君を朝から晩まで看病します。手厚い看護は嬉しいけど違うんだ。調子は本当に大丈夫。ただいろいろと慎重にことを進めるべきだろう。なんたって王様を決める戦いの始まりだ。情報戦を仕掛けてくるなんて定石も定石よ。バルスらしからぬ賢明さね。ひょっとしてバルスを殺して偽物が入れ替わったの？そこまで言う？ふむ。それでスバル君はどうしたいのかな？急いで物事を決めるのは良くない。みんな考える時間があった方がいいよ。なるほど。エミリア様、どうされまーすか？うん、スバルの言う通りにしましょう。確かにいろいろあって急ぎすぎかも。一度解散してまた話し合い。ええ、仰せのままに。ラムに何か用かしら？いや、特に用事はないんだけど。だったらいつまでも油を売ってないで仕事をしなさい。ラムとレムばかり働かせて恥ずかしくないの？すいません。で、レムはここにはいないみたいだけど。レムなら厨房よ。厨房ってことは食事の支度か。で、姉様は何してんだ？見ればわかるでしょ。わからねえから聞いてるんだけど。屋敷に異常がないか見張っているのよ。それって何もしていない言い訳に聞こえるぜ。はっ、バルスの分際でラムの仕事にケチをつけようというの？そんなつもりはねえよ。そうだな、俺は俺の役目を果たすか。そうしなさい。
バルスごときに果たせる役目があるかどうか知らないけど。せっかくのやる気をへし折るのやめようね。おや、珍しいね、スバル君。わざわざこの部屋へ足を運んでくれるとはね。ああ、そうかも。ちょっとロズワールに聞きたいことがあって。聞きたいこと？例えばなんだけど、この屋敷を襲ってくるような怪しい連中に心当たりあったりする？この屋敷を襲う輩か。ああ、そうなんだ。馬鹿げた話なのは分かってる。ロズワールは偉い貴族で、そんな真似は。君の緊張の原因は、つまり魔女教というわけだね。魔女教？それは。かつて世界を滅ぼしかけた嫉妬の魔女、かの恐るべき存在を信奉し、その身をためらいなく捧げる危険な集団だよ。スバル君もエミリア様の容姿のことは分かっているだろう。嫉妬の魔女と似てるって。けどそんなことはエミリア本人と関係ない。大昔の魔女なんてエミリアとは。そうとは考えない人間はことのほか多い。魔女教しかり、それ以外しかりね。彼らは銀髪のエルフにご就寝でね。エミリア様の名前と容姿が知れ渡れば、連中が動くことを大いに警戒する必要がある。エミリアの名前が知れ渡れば。そう、それ。その王様選びに参加して次の王様になる方こそがこちらの美少女エミリア様ってわけだ。おお。ちょっとスバル。隠すことじゃねえだろ。むしろアピールしなきゃ。せっかくのチャンスなんだし。行商人たちを見捨てる？そんなことできるわけねえ。でもそれならどうしたら。ずいぶんとお困りのようだねえ、スバル君。何か気がかりなことでも？と言っても魔女教の話が出たばかりだ。君の不安はそれだろうね。そうだな。そんな連中がいるんならエミリアも危ない。何かあってからじゃ。心配は無用とまではいかないが、少しは安心してほしいところだね。私がそうした問題を放置するとでも。じゃあ何か対処してあるのか。もちろんだとも。不作に備えて蓄えを持つように、いずれ来たる最悪への対策は打っておく。私はこう見えて偉い貴族なんだよ。それができてこそこの地位を預かっている。そうか、対策はあるのか。それなら。対策はあった。だけど襲撃はあったじゃねえか。スバル君、対策があるのは分かった。だけど警戒してしすぎることはない。だから頼みたいことがある。ほう、
君から私にかね。それはぜひお聞きしようじゃないか。頼みたいことがある。明日ラムとレムに力を借りたくてさ。偵察ですか、姉様とレムの二人で。ああそうなんだ。ロズワールには許可をもらってやる。急な頼みで悪いんだけどさ。本当に急ね。一体どうしたというの。それが、聞いた話でさ、昨日エミリア団と使者が話してる間ちょろっと御者と話してて。確かスバル君は体調を崩してすぐに部屋に戻っていたはずじゃ。それより前に世間話をしたんだよ。で聞いたんだ、リーファウス街道の夜の盗賊団の話を。夜の盗賊団。最近国内を騒がせている連中ね。厄介な集団と聞いているけど、それがリーファウス街道に。そうなんだ。昨日の使者の話でエミリアタンが王都に向かうのはほぼ決まりだろ。そのエミリアタンが通る道だ。できるだけ危険は排除しておきたい。理屈はわかるだろ。理屈はね。マルスにしては随分と手回しのいい話だけど。それは。お話は分かりました。レムと姉様でお務めを果たしてきます。そうか。まったく、レムはバルスに甘すぎるわね。でも姉様はお優しいので、きっとそんなレムを許してくださるかと。あら、悪い子だわレム。ということよ、レムに感謝しなさいバルス。ああ恩に着る。一応ロズワールに頼んで村からも男手を借りる手はずになってるから。じー何。いや、男ってバカだなと思って。痛い。訂正なさい。バカなのは一部の男だけよ。ロズワール様まで一緒にしない。だからって引っ叩くことないじゃん。それでスバル君、姉様とレムがお屋敷を離れるとなるとお仕事が不安なのですが。それなら心配いらない。男手を借りるのと同じように、屋敷の仕事には女手を借りる手はずだから。なるほど、さすがスバル君、レムは感服しました。とにかくこっちの心配はいらない。危ないかもしれないのはレムたちの方なんだ。気をつけてくれよ。だから頼んだぜ、二人とも無事に帰ってきてくれよ。それならラムやレムじゃなくバルス自身が行くべき。いえ無駄ね、死体が一つ増えるだけだったわ。否定できねえから連れよ。はい、スバル君のためにも
たくさん盗賊を仕留めて連れ帰りますね。別にそういう手土産は大丈夫かな。いざとなったらファンクラブを盾にしてでも戻ってきてくれよ、二人とも。ファンクラブ？それってマキジさんたちのこと？そうそう。まあ肉の盾は冗談にしても、手助けしてくれて大助かりだったよ。もちろん屋敷の手伝いに来てくれたペトラたちもな。ほんと急なお願いで悪かった。私もスバルの役に立てて嬉しいし、いつもメイドさんがべったりだから。それに一人だと心配と考え事で頭が潰れそうになってただろうしな。スバル？いや、なんでもない。よし、今日はよろしく頼むぜ、ペトラ。普段の仕事じゃ手つかずのところまでババッと仕上げて、ラムとレムの度肝を抜いてやる。うん、私も頑張る。えいえい、おお。スバル、ちょっといい？おっと、エミリアたん、どうしたのこんなところで。ほら、今日はお屋敷に村の人たちが多いでしょ。だから居場所がなくて。居場所って堂々としてたらいいよ。なんなら俺と腕組んで一緒に行動する？ううん、それは全然大丈夫。あ、そう。もしかしてラムたちが心配？え、そうなの。スバルは二人が心配じゃないの？二人なら全然大丈夫って言いたいところなんだけど、これがなかなか心配が抜けなくて、今もぼーっとしてて邪魔だからってペトラに追い出されたところでさ、ラムとレムに屋敷を任されたのに、なんとも情けねえ体たらくだよ。二人に何にもないといいわね。ああ、そうだな。二人とも無事に帰ってきてくれよ。何もなかった？ええ、本当のものよ。リーファウス街道は平和そのもの。盗賊なんて影も形もなかったわ。姉様の言う通り、街道の安全は確保されました。夜の盗賊団やその他の危険、問題なく通行可能だとレムも思いますよ。よかった。何もなかったのもそうだけど、二人とも無事に戻ってくれて安心しちゃった。どういうことなんだ。どうして変わった？オッドーたちは無事なのか？スバル君、何か気になることがあるんですか？本当に何もなかったんだよな。くどいわね、何度も同じことを言わせないで。
まあスバル君は釈然としないようだが、街道の安全が確保されたのは朗報だね。これで安心してエミリア様も王都へ出発できるから。ロズワル、それは王戦の延期は一大事だもの。当事者の私がじっとなんてしてられない。私が直接王都に行かないと。行って延期の理由を確かめなくちゃ。いや待ってくれエミリアタン、王戦は延期で目的はその調査だろ。何もエミリアタン本人が行かなくても。言ったでしょ、王戦の当事者は私、責任があるの。それにいずれ王戦は開催される。延期の期間も未定なんだ。早めに王都へ入るのは当然の準備だよ。いざ王戦の話し合いが始まるとき、動き出せない愚鈍に国王が務まるとでも。それは。わかった、なら俺も一緒に行く。エミリアタンのために全力で尽くすぜ。くそ、わけがわからねえ。なんで盗賊団だけ消えたんだ。そこが全くわからねえ。鬱陶しいからうんうんうなりながらベティの周りを回るんじゃないかしら。そう言うなよベア子、ちょっとぐらい相談に乗ってくれ。人の周りをうろうろしてぶつくさ独り言するのは相談とは言わんのよ。話せたら俺だって話してるっての。でもいろいろあって話せねえんだよ。もっと俺の心察してくれ。お前今どれだけむちゃくちゃ言ってるか、ちょっとは自分で振り返るかしら。なあお前はどう思う、名前の売れた盗賊団が立てた計画をぴょこっと変えるって。意味のわからない例え話なのよ。そんなの都合が悪くなったに決まっているかしら。都合が悪くなったって、例えば。はあ、例えばその計画なのよ。立てた計画がバレてしまったらそんなの投げ捨てるしかないかしら。計画がバレて投げ出した。どうなってんだよマジで。やめるのよ、考えるだけ無駄かしら。ベア子、盗賊に身をやつした人間なんて風の吹き方一つで考えを変えるのよ。いちいち付き合ってられないかしら。お前はお前の考えで動いた。その結果あの娘の道行きは安全になった。それで満足すればいいのよ。お前もしかして俺を励ましてくれてんのか？なあ。おお、ついに出れたな、ベア子！なかなか攻略が大変だったが、お前はそういうやつだと思ってたぜ！全言撤回かしら！パクラチョン！結局こうなるのか。ことが多すぎる。ちゃんと考えろよ夏希スバル、それがお前の唯一の武器なんだから。